本当にここ何十年で一番美しい洞爺湖が取れたって地元の方が言ってくださったぐらいだったんで、これフランス映画だなと思って聞いてます、ね、聞いてます意外とテレアなの。そうなんですね、そうよね、そうなんです、もうおだまりおだまりいただきましたその時にもう本当マキさんが、まあ、80歳のお体であれだけ集中してやってくださってるということで、うん、もうスタッフみんながもうカルセルマキについていこうというふうになんか思った瞬間です。ドリア吉井の正道の新宿二丁目映写室ということで、吉井の先生、今回は特別編という形でお届けさせていただきます。毎度ですね、この古今東西の素敵なクイア映画を皆様にお勧めするこちらの新宿二丁目映写室なんですけれども、はい、今回もとても素敵な作品を皆様にご案内させていただくことになりました。しかもね、公開されたばかり。そうなんです、ほやほやなんです、今回皆様にご紹介する作品は1月の声に喜びを刻めです。なんで私が罪感じなきゃいけないんだよ。私6歳の時に変な男に変なことされたんで、自分の体なんか好きな人とできる体じゃないなって。玲子さん、知らない間に見違えるほど綺麗、何も知らなくても幸せになれるかな。こちらの映画についてですね、これからさまざまなお話を皆様にお届けさせていただこうと思うんですけれども、特別編ということでスペシャルなゲストをですね、新宿二丁目映写室史上初のゲストをですね、お迎えしてお届けさせていただきたいと思います。楽しみでしょう。それではご紹介いたしましょう。本日のスペシャルゲストはこの方々、カルーセル真紀さん、そして監督の三島由紀子さんです。イエーイ。カルーセル真紀です、よろしくお願いします。映画監督の三島です、よろしくお願いします。本日はこちらのお二人をお迎えして4人でお届けしてまいりたいと思います。まあスペシャル、はい、ということでですね、こちらソファー席でトークを始めさせていただきたいと思うんですけれども、何でしょうこちら。あらあらあら、あら、これはですね高級なシャンペンでございますね。シャンペン、こちらは真紀さんのご自宅から。そうです、だからもうね、味わかんないですよ。美味しいよ、ね、美味しいよ。ワイン商材で入ってたから、あ、もうじゃあもう名言新たかな、こちらシャンペンということで早速ね、シャンパンを飲みながらお話しさせていただきたいと思います。はい、皆さん開けますよ、はい、お願いいたします。あら、いただきます。お楽しませよ。あ、ほら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 ね、ではでは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いただきます。いただきます。あ、美味しい美味しい、あ、美味しい、あ、大丈夫だった、うん、じゃあね、このせっかくこちらご覧いただいている皆様に、まあ本当簡単ではあるんですけれども、真紀、はい、さんと、三島監督のプロフィールをご紹介、させていただきたいと思います。カルセル真紀さん、1942年北海道釧路市生まれ、15歳で高校を中退し、札幌のゲイバーを皮切りに全国のバーやショーパブ、キャバレーで人気を博されました。30歳の時にモロッコに渡り、性別適合手術を受けられました。そして戸籍を男性から女性にしたパイオニアと、称されていらっしゃいます。大阪のカルーゼルで働いていた時に、市川猿之助さんの紹介で日劇ミュージックホールに出演され、以後舞台や映画、テレビなどで活躍をされ、数多くの映画にも出演されていらっしゃいます。
そして、昨年2023年に芸能界デビュー60周年を迎えられました。60周年、今81でございます。81歳でらっしゃい。まあ、お綺麗でね、このデコルテのツヤ、本当に81歳の方のツヤじゃない。いやいやいや、昭和17年もの。さあ、続いては、三島監督の、ご紹介をさせていただきます。大阪市のご出身、18歳からインディーズ映画を撮り始め、神戸女学院大学卒業後 NHK に入局され、 NHK スペシャル、 ETV 特集、トップランナーなど市政の人々を追う人間ドキュメンタリーを数多く企画監督されました。その後も、数多くの作品を、発表され、力強く美しい映像の力を信じ、永続的な日常の中の人間にあるきしみを描きつつも現代の問題を浮かび上がらせ、最後には小さな魂の救済を描くことを信条とされていらっしゃいます。さあ、そんな、お二人が今回、ご一緒に、作られたのが今回のこの1月の恋に喜びを刻めということなんですけれども、簡単に、ね、ご紹介すると3つの、まあ、物語が、まあ、有機的につながっているという作りを取られているかと思うんですけれども、そもそもこちらの作品を作られるにあたった、まあ、何かきっかけだったり、そういったバックグラウンドがあればぜひ教えていただきたいんですけれども。そうですね、私自身が6歳の時に性的被害というのを受けた経験がありまして、はいはい、自分の中である種こういつか見つめなきゃいけないな、映画監督として見なきゃいけないなと思いながらも、まあ、いつか撮れる日が来るんだろうっていうふうに置いてたんです、はい、そのインペリアル大阪堂島、はい、デイリバシっていう短編映画で自分のふるさとである大阪堂島を訪ねた時に、たまたまその時の犯行現場を見かけることになってしまって、なんか普通にその時のことを、実はああいうそういうことがあった場所やねみたいな話をプロデューサーやってくれてる山崎さんに普通に話すことができて、あれ私今普通に話してると思った時に、今ならここから映画を改めて作ることができるかもしれないと思って、まあ見つめ始めて作り始めた映画なんです、ね。まあ、今回この登場される方が3つの、パートの中で、まあ、カルセル真希さん、そして相川翔さん、前田敦子さんがメインのキャラクターとして3つの、物語、島ですね、島ですね、はいはい、この北海道の島、親子の中島、はい、そして相川翔さんが八丈島、そして堂島、はいはい、まあえてこの3つのシーンを描こうと思われた、その何かしら、まあ、狙いだったりそういったものっていうのがあったりするんですか。そうですね、それ2つあって、うん、やっぱりその罪の意識っていうのを、はい、傷つけられた側の罪の意識と、はい、傷つけられた人の家族ってどんな罪の意識を持つんだろう、それが、まあ、カルセル真希さんやっていただいた役なんですけれども、はい、まあ、後悔だったり、うん、でもこの傷つけられた側だけやっていてもなんかこう見えてこないんではないかと思った時に、罪を犯す側を、の視点を入れたいなと思ったんですね。でまたその島にしたのは、まあ、人間ってこう、ね、カルセル真希さんの姿を見てても思うんですけど、基本的には一人で生きていて、誰ともつながらない中で孤島として生きている。だけど、まあ、共鳴する瞬間があったら、例えばこう物理的に聞こえてない声が誰かが受け取っていたり、でもしくはその例えば島と島だったら船に乗ればこう島にたどり着けるんじゃないかって、なんかこうつながる瞬間が見えてくるんじゃないかと思って。そう、今回このその一番最初のパートとして、まあ、娘さんを、まあ、そういった事件で、まあ、亡くされた、親御さんの役として真希さんに、真希さんが出演されているかと思うんですけれども、今回当て書きだったということで、本当に劇中でもこの性別適合手術を受けた、まあ、お父様ですね、でこの娘さんがいらっしゃって孫の方がいらっしゃるみたいな役柄だったかと思うんですけれども、すごく、まあ、ある意味演じがいのあるというか、演じがいとかもその前に、この映画の台本をいただいた時にね、分からなくて、でも私はそういう人間じゃないし、違うじゃないですか、はい、私はもう女になりたくてこの世界に入ったりすると、でも結婚して子供いて、はい、で途中から性転換、そういう人いるのかしらって調べたらいたんですね、京都に、でそういう人たちのずっとドキュメンタリー見て、
でどうしようかなと思いながら、うん、で OK はしました、はい、着いた日がね、はい、1月の25日去年の冬ですね、去年の大寒波の日、はい、マイナス20度で、それで千歳に着きました、はい、新千歳に着いた、それで迎えも来ません、もう雪で来れまして、来れなかったのね、そうそうそう、来れなかったんですよ、行かなかったわけじゃないです、もうタクシー乗りました、はいはい、ところがもう行けども行けども、うん、もう雪でもう見えなくて、それが不思議なことに、うちの父親の親戚とかいっぱいいるところがあるんだから、たまたま、そうなの、うん、結局ルーツをねたどりながら、たそうなんですよ、結果としてなんか導かれるかのように、はい、で着きました、はい、で明日何時って、朝4時っていうか、あのね、あのファーストシーンの朝早いんですね、はい、早いんです、だったんです、うん、中島に行きました、はい、中島じゃないですよね、うん、中島をあの見て望むあの対岸、ね、はい、はい、ところがもう猛吹雪で、猛吹雪、猛吹雪で真っ暗で何にも見えません、朝4時、朝4時5時ですね、はい、はい、おはようございます、今日よろしくお願いします、うん、今日ちょっと見えないから今日撮れません、おー、まあその日撮れないわけですから、はいはい、別荘のシーンがあって、はい、でそこ行きました、うん、まあもうこれ何も撮らないすっぴんぴんで、うんうんうん、完全すっぴんです、うんうん、あのすっぴんに見えるメイクではなくて、あの本当にあのおせちを用意されてたりするタイミングある、ね、あの時はもう、もそうおせち用意する時もすっぴんです、うん、はいはい、ライカトメがね、うん、あのベランダでタバコ吸って、ああはい、あそこ、はい、あの3時間ぐらいかかって3時間まあまあね、あの段取りして ね、お芝居を作って、ね、あの準備して、いろいろね、画角も変えなきゃいけない、そうそうそう、あ、でもワンカットなんですよ、ワンシーンワンカットなんで、うん、あの宇野昌平さんという方が喋っていて、はい、そのままこうパンしてゆっくりパンして、うん、カルセル真希さんの役あのあれですよ、電話でこうあれしてるところをこう見て、はいはいはい、はい、あれがね、それでもう灰皿持ってタバコ吸ってるんですけど、もうとんでもないこんななってて、それで、でも本番ってなった時はなぜか本番の時止まるんですよ、はいはい、ピアッと風が違います、いや私が震えがあ、さすが女優さん、ね、そうなんですよ、大女優だなと思って本当に入られる方ですよね、あの本番って言って、うん、用意スタートって言った瞬間にもう本当にその人物にあのなられるっていう感じなので、映画の中の牧さんになって、そう牧さんになってくれくださるので、うん、全然もう震えも止まって、その時にもう本当マキさんが、まあ、80歳のお体であれだけ集中してやってくださってるということで、うんうん、もうスタッフみんながもうカルセルマキについていこうというふうになんか思った瞬間です、だからあの3編の中でもやっぱりあの投薬編が一番やっぱタフな現場だった感じですか、その状況的には、状況的には自然環境的にはそうですね、環境的には関係ない、もう本当にあの大寒波だったんで、うんうんうん、あのマイナス20度で最高気温がマイナス6度なんで、おお、っていう状態だったんですね、はい、でもその代わりですけど、あの本当にあのここ何十年で一番美しい洞爺湖が取れたって地元の方が言ってくださったぐらいだったんで、まあ、その中で本当にたくましくね生きることを選択している、あの人生を前に進めている牧さんという役をやってくださったんで、だから出来上がった時に見た時にね、あ、これフランス映画だなと思って、その作品の中であのもう牧さんのパートの一番の見せ場ともなるような、うん、このお一人でこの、まあ、過去にあったりさまざまな出来事だったり、うん、そういったものをこう対峙して、まあ、ある意味うめいてこう立ち向かっていくっていうあの壮絶なシーンがあって、はいはい、すごいものを見たなっていう風な、だって一人芝居させるってすごくないですか、そうですね、娘脚本からはもう完全にあそこは一人芝居って決まってたわけじゃないですか、あ、決まってましたね、はい、マキさんあれご覧になって、え、これ私一人でやんのみたいな感じで、いや、いやそれはもう、やっぱりさすがだな、あの亡くなった、はい、あの娘のレイコさんが、はい、うんうん、あの海に沈んで亡くなったっていう設定なので、うんうん、不楽、うん、あの、うん、とても冷たい中で一人でさまよっていたっていうところに深く沈んで、はい、つまり、まあ、あのマキさんにとって非常にこうあの大きな過去に沈んでいく、はい、海の底に沈んでいくってシーンなんですけど、うんうん、かつてあった出来事を全部マキさんがお一人でどの役もやって、ね、あの表現されるシーンがすごかった、あれがワンカット全部長回しで短縮で撮ったんですけど、はい、ワンカット20分ぐらいあるんですよね、結構な、まあ、絶対ね、あれちょっとでもね、海の底のシーンが始まりましたっていう時に、うん、本当にね乗り移ったかのように、うんうん、娘の玲子の役、婦人警官の役、うん、お父さんの役、ね、
で警察の役でね、でも本当にご覧いただいたら分かると思うんですけども、はい、壮絶な一人芝居、ね、しかもこう割と尺、長尺で、はい、本当にもう牧さんの、はい、本当にもう独壇場というか完全に一人芝居、うん、そうです。カルセル牧さんじゃないと演じられないし、だと私は思ってるんですよ、うん、その自分自身の肉体についてる正義っていうものを、うん、憎んでいるっていう感情をお持ちの方ではないと、うんうんうん、あの感情って、うん、あの芝居ではなかなか理解していただけないだろうなと思った時に、やっぱりあのシーン、カルーセル牧さんじゃないと演じられなかったし、うん、ああいう表現にならなかったっていうふうにたくさんの方がおっしゃってくださいね。私もそう思って、うん、聞いてます聞いてます意外とテレアなの。そうなんです、ね、そうなんです。だから、ね、真正面から褒められるとすぐそうやって茶化そうとして、そうなんです。もうおだまりおだまりいただきました。嬉しいわ ねこの作品は、まあ、マキさんの出演されたあのパート、うん、最後に船に乗って、で、まあ、けじめというか、そうけじめ、うん、をつけられるシーンがあるじゃないですか、うんうん、はい、で、あの凍らない湖がね、洞爺湖というのは凍らないんですよ、ね、はい、ここに氷があったんです、はい、でそれがね、私には子供に見えたの、うん、死んだ霊魂に見えたの、うん、で思わずね、湖の中手突っ込んでたんですよ、はい、でかっ、あれはね、一発本番の、うん、それでわーって、わーって倒れた時に、うん、それまたまあフィルムに入ったの、私にとってはものすごく綺麗だったので、ね、うんうん、白樺の木があって、うん、から雪がね、うんうん、流れてきて、その太陽が大地キワコの顔だった。あら、名女優の大地キワコさんですよ。キワコがね、うん、よくやったねって、きれいに涙出てきたのね。あら、そ監督がはるかにここから飛んできてね、マキさんよかったよ、初めて抱きしめて、あら、初の鬼が鬼がいや、もう最後ちゃんといい話で締められるじゃないですか、もうだからこの牧さんのあのシーン、すごいシーンで終わって、え、どうなんの、投げっぱなしって思ったら、ちゃんとこの3つの物語がこうやってつながったんだなっていう、憎いわねって思って、前田あっちゃんのね、そうなんで、で、まっちゃんのあっちゃんのね、あの最後のあの、がこうクロスオーバーしてって、はい、こっから見てからよ。そうなんです、あんまり最後まで言うとね、ちょっとね、そうなんですよ。でもこれは本当にこう、なるほどなっていうところもありつつ、やっぱり監督のメッセージだったり、監督が描きたかったものみたいなものも、はい、こうしんしんとこう心に伝わってくる作品だなと思います。 ありがとうございます、うん、逆になんかお二人に聞いてみたいんですけど、ご覧になったお感想っていうのは。あ、いや、もう本当私、ここのところ、ここ10年ぐらいの日本映画に対してはずっと言い続けてるんですけど、分かりやすさ至上主義が横行しすぎちゃって、うん、つまんないんですよ、うん、でも去年ぐらいから、それこそ、まあ、エゴイストもそうだったんですけれども、うんうん、あんまりセリフで説明をしないで、ちゃんと絵で見せるっていう映画が増えてきてくれたおかげで、うん、あ、ようやくちょっと戻ってきたかな、揺り戻しが来たかなっていうところで、この映画拝見したんで、よかった、こういうふうにね、見る人を考えさせてくれる映画じゃないとダメなのよ。嬉しいよ、嬉しいですね、嬉しいよね。で、その傷で、さっきもおっしゃってましたけど、人の傷なんてもう人それぞれあるの、はい、うん、本当に、うん、誰だってありますよ、ね、10人といろそれはあるものなんだから、うん、それをちゃんと包み込んで受け止めないといけないんだよっていうことだけ分かってもらえれば、うん、この映画を見る価値は誰にでもあるというふうに正月思いました、うん、あ嬉しいですね。でも嬉しいね、うん、そういうことを言ってくださる、いやいやいや、すっごい嬉しい。やっぱドリアンもそうだし、ドリアンのあのね、LINE見た時にさ、この人なんて深いところまで見てる人だろうと思ってね。ちなみにそれには何て書いてあったんですか。なんて書いてあった、いや、でも本当に牧さんのお芝居についていろいろこう本当にこう思うところを書かせていただいて、でもやっぱりこの作品を通して、まあ、その牧さん の、まあ、あの最後の慟哭と、うん、あのあっちゃんの最後のあのシーンとあの表情とあの足取り、本当に傷や罪をね描いた作品ではあるんだけれども、それを描いた上でやっぱり人生って、人間って、生きるって、生きることを称える作品なんだなって感じて、まあ本当に人間参加なんだなっていうのをすごく感じて、それこそ終わった後、エンドロールが終わってもしばらくこうなんかすごくこう考えにふけてしまって、しばらくこう席に座ったまんまいろいろこう考えちゃいましたね。泣きそうですね、我々。さあ、いろいろねお話を伺ってきたんですけれども、最後にですね、あのこちらを、
ご覧の皆様にお二人からメッセージを、はい、いただければと思うんですけれども、まずは三島監督から。はい、わかりました。私映画監督になって長編映画10本目になるんですけれども、多分私の作品の中で、最も美しい映画になったと思います。それはあの撮影の、まあ、映像が美しいっていうだけではなくて、やっぱりそこに映し出されている、まあ、どんなことがあっても、うん、あのまあ、生きていく選択をして人生を前に進めていくっていう人間の姿が、うん、あの描けていると思いますので、うん、そういう意味でも美しい映画になったかなと思います。あのぜひ劇場であのご覧ください。お待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。鬼鬼って言ってましたけど、とっても優しい監督です。本当にいい演技した時だけ本当に抱っこしてくれたんですけども、例えば出来上がってなんていう綺麗な戸屋子、こんな戸屋子の人ものすごい喜んでました。それであっちゃんの演技のうまさ、相川君のゲーンとの声で太鼓バンバンバン、この迫力、別々の映画に最後にこう一緒になるっていう、とてもいい映画になって、本当に監督にお礼言いたいです。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。今回ご紹介させていただいた作品は三島由紀子監督1月の声に喜びを刻めです。気になる方はぜひ、こちら公式サイトだったり公式のアカウントから情報をぜひチェックしてみてください。ということで本日はスペシャルゲストとして、カルーセル真紀さん、三島由紀子監督をお迎えいたしました。お二人本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、また来週、来週じゃないわ、このまた今度した私6歳の時に変な男に変なことされたんで、知らない、来るのこれで最後かもしんない。人間なんて全員罪人だ。何も知らなくても、お前は美しい、幸せになれるかな。